たいな感じだ。映画村大手門。おお、これ大砲が置いてあるよ。すごいね、戊辰戦争だ。おお、行ってみよう。ほら、お殿様みたいな。さあ、どのぐらいかかるんだろうね。いや俺ね、本当今ね、2時でしょ。どうだろう、だいたい3時間ぐらいかかるって書いてあったな。さあ、これ出口だ。これは入り口は、あ、すごい、お姫さん、時代劇。うわあ、これね、やっぱりね、ここ来なきゃいけないなと思ってたんだね。ああ、忍び登場。いや、登れない。あ、こんな登れないよ。ねえ、行ってみよう。いくらぐらいするんだろう。値段。2200円でした。行ってみよう。突入。お、カメラ、仮面ライダーみたいな。すごいね。仮面ライダー、クールド。お、すごい。このバイクすごいね。昔、鈴木のハスラーだったよね。ああ、すごい。おお、全然わかんねえな。新しすぎて。全然わかんねえ。バイクがすごいね、これ。鈴木の DR だよ、これね。オフロードバイク。ちょっと新しすぎてよくわかんねえな。どのぐらいあるんだろう、ね、全然わかんないです。こんなにあるんでしょうね。ピンク色のやつも、ね、これマジなんだね。50周年。あ、なんかこれなんかあんのかな。アディオス。あ、仮面ライダーのお土産。わ、これすごいよ。これはすごい。一休さんとか筋肉マンとか。わあ、これはなかなかなフィギュア。あ、俺これ好き。銀河鉄道。あ、マジンガー Z。 あ、デビルマンだ。すごい、デビル。あ、マジンガー Z。 これはレアだ。あ、芸芸の鬼太郎。ねえ、あ、この辺はスラムダンク。わかるね。あ、ね、新しいやつだね。筋肉マンとか。あ、タタリロ。わあ、これはお食事。うわ、なんだろうこれ。あ、これお食事ね。まあ、そこそこ高いよね。あ、フードコートだ。スパゲッティ1000円。あ、でも大阪でも1000円だから。これは仮面ライダー。あ、お土産グッズ。なんか買うしかねえだろ。ガチャガチャ。あ、これ欲しいね。いくらだろう。400円だ。いや、高い。いらない。あ、侍がいるぞ。すごい。わあ、これはどういう順路なんだろうこれ。あ、これはなんか倉敷美観地区みたいな感じになってる。お食事。
ああ、東京駅みたいな。よく作ったね。すごい。うん、倉敷の美観地区みたいになってる。本日の出演者。ああ、これ。忍びだ。毎日メイクするの大変だよね。これ忍びなんとか映画村義経千本桜。ああ、これは見れないのかな。忍び起きて時間が1時あと30分で始まる。見えるのね。で30分ほどブラブラしてる。剣玉、これ不得意なんだよな。コマとか。これ江戸の町だ。どう見てたらいいんだろう。 まず真ん中こういう、あ、すごい。これ江戸の町だよ。ほら、これきっと金貸しなんだな。床はドマコンクリートだ。これ、チャンバラ。目的はね、エヴァンゲリオンなんだよ。ちょっと見てこよう。あー、すごい。あ、新選組だ。わ、すごい。新選組。ああ、ハッピー売ってんだ。すごい。買おうかな。あ、あれあれあれ。あれがね、有名なんで、行ってこよう。発見したぞ。手裏剣だ。わあ、これはね、2000円取るわな。これはねえ、わあ、忍者グッズ。はい、これは写真。あ、市場お化け屋敷出た。これだ。行ってみよう。え、どっちだこれ。入り口が分からんです。さあ、じゃあ操縦席行ってみよう。で、なんかもらったぞこれ。ワンウェイと一方通行ね。あ、はい。はい、なんかこう、タッチ。終わる頃タッチ。はい。タッチ。はい。はい。はい。オッケー。最後。そう、階段。エレベーターじゃないの。行くぜ。さあ、エヴァンゲリオンの中入りました。さあ、行ってみよう。はい、よいしょ、よいしょ。あ、これこの人で操縦席に座れるんだけど、座んなくていいや。エヴァンゲリオンの操縦席前まで来てる、上から見るとこんな感じね。
順番だぞ。お、これ椅子だ。行ってみよう。はい。はい。さあ。これだ。うん？タッチした。あ、OK。システムチェック、オールグリーン、コントロールレバーをしっかり握って。エヴァンゲリオン、発進！発進だわ、発進。びっくりした。驚いた？驚いたよ。さっき激しかったかな？はい。じゃあ、ヒロミの写真に当たるわ。前方のカメラを見て。はい、チーズ。以上でテストです。はい、終わり、最後。さあ、交代、最後。さあ、すん、なんか椅子がガクンと落ちる。さあ、降りようよ、ね、こういうこういうピチピチの格好の。さあ、降りようよ。さあ、次ね、義経千本桜見に行かなきゃ。出口だ。わあ、これエヴァンゲリオン。階段、これ段バナーちょっとよくわかりづらいね。ほら、わあ、これはなんかお化けっぽいよ。あ、エヴァンゲリオン。ねえ、こんなですね。